8X22mm 南部弾。8X22mm 南部弾。南部弾は、1904年、明治37年に、日本で開発された、実砲、ボトルネックピストルカートリッジである。大正15年11月、実砲と犠牲弾が、陸軍によって、仮正式制定され、14年式拳銃実砲となった。明治35年。 日本陸軍では外国で生産されていた各種の拳銃を購入調査し、新式の拳銃を開発することとした。東京砲兵工廠製造所長であった南部基次郎は新たに大型自動拳銃と小型自動拳銃を設計製作した。製作の成功により、東京砲兵工廠から採用が陸軍大臣へ提案され、 技術審査部では明治40年9月5日から14日に、かけ、予備試験が行われた。このうち、大型自動拳銃は旧式化した26年式拳銃と、代替し、小型自動拳銃は、将校のご身用となる予定だった。この姿勢拳銃の口径は8ミリメートル、弾量は7グラムであった。 南部式大型自動拳銃は、明治41年1月22日から2月5日まで、採用のために、耐久性、精度などの綿密な試験を受けた。結果は良好であり、内外では41式自動拳銃と呼ばれたほどで、あった。明治43年3月に正式が上申された。しかし、寺内正毅陸軍大臣は、この上申を却下し、 南部式大型自動拳銃が41、式自動拳銃として採用されることはなかった。正式化はされなかったものの、この拳銃と合計8ミリメートルの弾丸は陸軍将校の希望に応じて反復された。また、中国陸軍向けに多数が製作された。この後、南部式大型拳銃の機構を受け継いだ新型拳銃が施政された。これは、 大正14年に正式が上進され、14年式拳銃として仮正式制定された。大正15年11月、14年式拳銃に使用されていた 8mm 口径の実砲も、14年式拳銃実砲として仮正式が制定された。14年式拳銃実砲は、薬莢弾丸、創薬、雷管から構成される。全長メートル。 全幅 10.56mm、全微重量は 10.9g である。薬莢は王道製でボトルネック型であり、ネック状の弾丸室に弾丸をはめ込み、以下の創薬室に創薬を収容する。無機演式で最後端外周にエキストラクターの爪をかけるための溝が掘られている。薬莢底面中央にはベルダン型の来館室があり、2個の電化工が設けられている。 この雷管室の中央は小さな突起となっており、激震が雷管を叩いた際の衝撃を受け止め、発火をより確実なものにしている。雷管は王道製で内部に爆粉が入っている。この爆粉は鈴板で密閉された。創薬には無塩拳重薬 0.3g を使用した。弾丸は基本形状が円筒型で先端が丸みを帯びている単型。 玉身は白銅で飛行されており、直径は8 1 2ト、mm、ル、全長1 5ト、mm、ル、重量は6 6ムである。弾丸と薬莢とは3箇所でか締められている。このほか、14年式拳十字砲には犠牲弾があった。薬莢、雷管、弾丸から構成され、全長3 2ト、mm、ル、全幅は1 0 5 6ト、mm、ル、重量は6 7ムである。 薬莢の外部には、実砲と区別するために、筋目を刻み込んだ帯が施されていた。弾丸にも外周に、筋目が刻まれている。雷管には、爆粉が入っていなかった。弾丸の発活量は、約280ジュールと比較的低く、サイズが一回り、小さいアメリカの、380ACP 弾に相当する。現代に至るまで使用されている。 有名軍用カートリッジ、例えば 9X19mm パラベラム弾や 7.62X25mm とかレフ弾と比較すると扱いやすい代わりに威力が劣っている。南部式大型自動拳銃から発射した場合、初速秒速 315m、最大射程は約 2500m、そのうち有効射程は 500m である。 射程50メートルでの半数必中回は、上下22.2センチメートル、左右20.2センチメートル、射程100メートルでの半数必中回は、上下44.3メートル、左右40.4メートル、射程500メートルでの半数必中回は、上下221.5センチメートル、左右202.1センチメートルであった。また、距離10メートル、50メートル、 100メートルでの浸透量を新聞紙、杉板、砂、鉄板でそれぞれ検査した。鉄板に対してはすべての距離で弾丸が粉砕され効果はなかった。距離10メートルでは新聞紙130ミリメートル、杉板160ミリメートル、砂280ミリメートルを浸徹した。距離50メートルでは新聞紙105ミリメートル、 杉板 140mm、砂 250mm を新徹した。距離 100m では、新聞紙 80mm、杉板 115mm、砂 220mm を新徹した。8X22mm 南部弾は、同時期の類似口径の弾薬と比較して、装薬量が低い割に、薬莢形状が小銃弾などに類似した、ボトルネック型となっている。 そのため、拳銃側の作動機構も、ショートリコイルなどの薬室とスライドを確実に閉鎖し、発射圧力が外部に漏出することを防ぐロッキングブロックを有する構造に限定されることにもなってしまった。同時期の同クラスの拳銃は円筒型の薬鏡で、ストレートブローバックなどの簡素な作動機構とすることで、構造の単純化や小型化を実現していたが、 閉鎖機構の実装を前提とする 8X22mm 南部弾は採用拳銃の生産性や小型化の面で最後まで足かせとなり続けた。数少ない例外として浜田式自動拳銃のうち2式拳銃が 32ACP 弾から 8X22mm 南部弾への設計変更の際にストレートブローバック構造を維持した事例があるが 元々の空圧が高くないためにそれほど問題は起こらなかったようである。ボトルネックの採用により、後の357シグ弾のような競争薬の高速弾への発展の可能性はあったものの、肝心の採用拳銃の多くは複雑な構造のまま小型化を図った影響で、可動部分に強度の弱い箇所を抱えることとなり、拳銃側の大口径化や市販、 軍用実報の薬量、弾頭重量増加などは最後まで行われないまま終わった。昭和14年8月当時、14年式拳銃実報の生産コストは紙箱付きで1万発生産した際に390円であった。14年式拳銃や94式拳銃の少なからぬ数が戦後米国の拳銃市場に出回ったことや一部の 機関単獣が戦場で、連合軍兵士に露覚され、戦利品として、母国、主に、米国に持ち帰られたことなどにより、現在でも 8X22mm 南部弾の、需要は少数ながらも存在し続けている。2000年代初め頃まで、米国ミッドウェイ社やカナダのオールドウエスタン、スクラウンジャー社などの小規模なガンショップの手掛ける、実法を製造されていたが、現在では、 製造を終了しており、コレクターたちはもっぱら市場在庫やハンドロードなどにより実行を入手している。新品の320後継弾頭と薬莢は、米国 HDS 社から現在でも販売されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。